タンジマート、タンジマート、またはタンズイマートとは、タンジマーティハイリエ、恩恵改革の略語である。1839年のギルハネ直霊発布から1876年制定のオスマン帝国憲法、通称ミドハト憲法に至るまでのオスマン帝国が行った諸改革あるいは改革運動の総体である。19世紀中央、ヨーロッパ列強の軍事的、 政治的圧力、欧州金融資本のバルカン半島進出、ギリシャやエジプトなど帝国領の諸地域、諸民族の自立、離反という内遊外観の中で行われた、連の西岡近代化政策であり、1839年から1876年までを、タンジマートの時代、タンジマート期と称することがある。タンジマート諸改革は、トルコが、 神権的なイスラーム国家から近代的法治国家、西ヨーロッパをモデルとした多民族国家へと変貌する第一歩であった。1808年にオスマン帝国の皇帝、スルタンに即位したマフムト2世は家にチェリを廃止して、軍の西欧化を推進し、外務、内務、財務の参照を新設して、政府機構の近代化を図り、翻訳局を設置して留学生を、 ヨーロッパ諸国に派遣して人材を育成し、さらに帝国内のアーヤーン、地方名詞、地方名謀家と称される、反独立の勢力を抑えるなどして、中央支配の再確立目指した。しかし、シリアをめぐるエジプトの大使ムハンマド・アリーとの対立は、第二次エジプトトルコ戦争へと発展し、1839年7月、エジプト軍がシリアの戦いで、 オスマン軍を打ち破ったいう知らせが、帝都イスタンブルに届こうとする直前、マフムト2世は病に倒れた。マフムトが死去し、このアブデュルメジと1世が、新スルタンとして即位した。この国難の中、エジプトとの関係を好転させるべくヨーロッパを奔走していたのが、外務大臣のムスタファレ氏とパシャであった。彼は、エジプト問題における、イギリスの外交的支援を得るために、前年、 1838年、同国との間にバリタリマル条約、オスマンイコール、イギリス通商約、エイド通商条約を結んだ。この条約は、その後、イギリスがアジア諸国と結ぶことになる一連の通商条約の、ひな形となった。1839年11月、新皇帝アブギュルメジト一世は、ムスタファレシュとパシャの起草による、ギュルハネ直霊。 タンジマート直例を発布して全面的な改革政治を開始することを宣言、行政から軍事、財政、文化、教育に至るまで西欧的体制への転向を図った。タンジマートの始まりである。以降、タンジマート諸改革の下でオスマン帝国は中央集権的な官僚機構と近代的な軍を確立し、西欧型国家への転換を進めていった。 改革政治は途中ヨーロッパにおける1848年革命への影響を受け、クリミア戦争1853年から1856年の末期には改革直例を発布、西岡の方針はその後も受け継がれ、その集大成というべきオスマン帝国憲法、通称ミドハト憲法が制定される1876年までの約37年に及んだ。 この間、法令の改革においては、ヨーロッパ諸国の法に依拠した立法作業が進められ、それぞれの法に関する法廷も設置された。しかし、一方で、シャリーやイスラーム法に基づく法廷も合わしていたため、シャリーやとヨーロッパ起源の方が並行して適用され、こうした二元体制には、社会的混乱が伴った。また、と称される、オスマン帝国の徴税受け負制度は、 段階的に廃止されいった。1840年代初頭、帝国はイスタンブルのガラタ地区のなど80名に銀行業務を認可したが、1850年代半ばには統合が進んで18名となり、彼らは19世紀後半、盛んに列強の大銀行と提携するようになった。1856年にはが設立された。ヨーロッパ式の軍隊や学校も整備され、 中央集権的な官僚機構が整えられ、また、最高、高等司法審議会議や衆議会の設立を通して、地方総督になりがちであった、州長官や地方に根を張っていた、アーヤーンの権力基盤は徐々に弱められていった。タンジマートは、欧米地域以外における、最初の体系的な近代化の試みでもあり、新国のヨ務運動や太陽国の着類改革、 日本の明治維新などアジアの王家の先駆けとなった。オスマン帝国はヨーロッパ、西アジア、アフリカにまたがって君臨した大国であったが、18世紀以降、数字にわたるロト戦争などでの相次ぐ敗北によって、その軍事力や政治機構が欧州諸国のそれと比較して劣っていることが、帝国内において認識されつつあった。さらに、国内の各地では、アーヤーン、 地方名士、地方名謀家と呼ばれる有力八の勢力が増し、中央政府の統制が緩んでいた。そしてバルカン半島では、ギリシャ人、ブルガリア人、セルビア人などが自立傾向を見せていた。このような内有外観の中で、中央集権支配の再確立を目指す改革が試みられた。1792年にロシアとの戦いに敗れ、 クリミア半島を創出したセリム三世は、ニザー・ミジェリード、新秩序と総称され改革を行い、フランスから招聘した軍事顧問団の指導の下で、新設軍を組織し、陸海軍の技術学校の設立や、情報収集のために、欧州諸国への常設駐在大使の設置などを行った。しかし、アーヤーン層やイエニチリ、支給派官僚などからの広範な抵抗を受けたことに、 加え、1798年のナポレオンのエジプト侵攻をきっかけに、エジプトの支配権を握ったムハンマド・アリーが未適にオスマン帝国から自立し、1804年にはバルカン半島でスラブ系諸民族の反乱が発生するなど、オスマン帝国をめぐる環境は悪化した。そして、バルカン半島の反乱をきっかけに始まったロット戦争、1806年から1812年の 最中、主旧派に先導された反乱が発生して、セリム三世は殺害され、ムスタファ四世が擁立された。改革派を保護した、アーヤーンのアレムダルムスタファパシャはムスタファ四世を、廃して、マフムト二世を擁立し、セリム三世への政策を継承することを宣言した。彼は、アーヤーン層の支持を取り付ける必要を感じ、1808年に、 主要なアーヤーをイスタンブルに招集して、マフムと二世との間に同盟の制約、セネディ・ティファクの署名をさせた。これは、アーヤーに兵力の提供や治安の維持、スルタンへの復従を要求する代わりに、徴税受けを意見や大土地所有などの既得権益を認めるもので、スルタンによる先制支配を建前としたオスマン帝国の備において画期的な内容のものであった。 アレムダルはさらにニザーミジェリードに変えてセグバーヌジェリードと呼ばれる西洋式軍隊を創設したが最終的に1808年11月のイエニチェリによるクーデターによって主球派が政権を奪回しアレムダルは殺害されたしかしその後もマフムとニセイはその後も強い決意を持って改革を継続した1821年に ギリシャ人が放棄すると、イエニチェリ軍団の無力が白日のもとにさらされ、自力での鎮圧が不可能であることが明らかとなった。マフムト二世は、エジプト総督、ムハンマド・アリーに鎮圧を命じ、ギリシャに派遣された、エジプトの西欧式軍隊である、ジハービア聖戦軍は、格格たる戦果を挙げた。このことは、マフムト二世に、イエニチェリの解体を決意させた。 彼は新たな西欧式軍隊、エシキンジを編成するとともに、1826年には、イエニチェリの軍団本部を襲撃して、これの廃止を宣言した。さらに、西欧諸国への留学生の派遣、国政の中心となっていた、太宰商府からの外務、内務、財務三省分割、国政調査、最高軍事会議と最高司法審議会議の設置による、 放置体制の基盤固めなどが次々と施された。また、これまで翻訳業務を主に担っていたキリシャ人に代わってトルコ人の通訳官を養成するため1833年に翻訳局が設置された。これはその後台頭する若手トルコ人官僚に出世の機会を提供する組織となった。マフムト二世は 国内の不満を抑えつつこうした改革を断固として実施したが、エジプトのムハンマド・アリーとの関係が諸外国を巻き込む重大な問題となっていた。ムハンマド・アリーはギリシャの反乱鎮圧、最終的に鎮圧には失敗したがにおける貢献の代償としてシリアの統治権を要求した。マフムト2世はこれを拒否したが、ムハンマド・アリーは実力でシリアを切り取りにかかり、 西アナトリアにまで侵攻した。身体極まったマフムト二世はやむなく、ロシア帝国に支援を求め、イギリスとフランスも介入した結果1833年に、キュタヒアの和訳が結ばれ、エジプトへのシリアの譲渡を訳して、エジプト軍は撤退した。しかし、シリアをめぐるオスマン帝国とエジプトの紛争は、継続し、1839年6月には再び、シリアで、 武力衝突が発生し、オスマン帝国軍は敗れた。マフムト二世はこの知らせが届くより、前の1839年7月1日に死去した。イスタンブルにエジプト軍が迫る中、アブデュルメジと一世即位の知らせを聞いた、海明派官僚、ムスタファレシトパシャ、当時、外務大臣は急遽帰国し、西洋列強特に、 イギリスとフランスのリベラルな世論の支持を獲得すべく改革の基本方針をスルタンの新筆ハット・ヒュマユーンという形で起草した。この内容を1839年11月3日、ムスタファレシとパシャがスルタン隣席の下、帝国内の文官、武官、ウラマー、イスラム法学者、民間人代表、外国からの施設の前で読み上げた。これが トップカップ宮殿裏庭のギルハネ、バラのソの、バラクーで行われたことだったので、ギルハネ直令と呼ばれている。ただし、この直令の内容の一部はすでに先定マフムト2世の改革によって実現していた。この直令は、スルタンの御意志が前面に出ているため、必ずしも立憲思想に基づくものとは言えないが、ムスリム、ヒムスリム、ズインミーにかかわらず、すべての帝国臣民には、 法の下の平等が与えられること、また、帝国は全人民の生命、名誉、財産を保障することなどを繰り返し述べているところに1789年のフランス人権宣言の影響を確認することができる。また、裁判を公開すること、スルタン自身も法に違反しないことを宣言するなど、スルタンの権力の上に法の力が存在することを認めている点などでも、 画期的な意味を持ってた。シャリーアにおけるムスリムと非ムスリムの不平等な共存という伝統的な仕組みは放棄され、これはオスマン帝国がキリスト教徒系の少数民族を不当に扱っているという口実を用いて内政母仕様とする列強への牽制という意味合いも兼ねていた。ただし、法を指し示すごとして、シャリーアとカーヌーン、世俗法を注意深く使い分けるなど、 シャリーアを専門とするウラマーや保守八式人に対するイブの気遣いをも示している。タンジマートの中心的な機関としては、オスマン帝国最高司法審議会議が組織され、新規の法の立案、検討がここを中心になされることとなった。しかし、ヨーロッパ近代法とシャリーアの均衡問題は常に重大な緊張関係をはらんでいた。1840年には、 刑法の発布、人口調査、イルティザーム、徴税受けおい制の廃止と徴税官の任命、衆議会の設置、地方官の法級制実施、賄賂の禁止などの改革が実施された。しかし、イルティザームは、名簿家を中心とする多くの人々の廃止反対論、復活待望論や徴税官そのものの、不足によって間もなく復活した。イギリスは、 1825年以降、3度にわたって、ストラトフォード・カニングをオスマン帝国駐在の外交官として、イスタンブルに派遣し、帝国の維持と領土保全に意を尽くした。カニングにとって3度目のイスタンブル勤務となったのが1842年から1858年までで、その間、タンジマート書改革を支援した。これは、オスマン帝国を主とする中近東地域は 面を売り物市場として決めて、重要な輸出市場となっていて、その治安維持と商人の保護を図る必要があったことと、インドの保全のためには、スエズ地況を他国、特にグレートゲームにおける敵大国であるロシアにすことを絶対阻止しなければならなかったためである。改革派の中心人物であったムスタファレシとパシャが1841年3月末に、 一旦外務大臣の職を解かれて、フランス駐在大使に転ずるとタンジマート改革は停滞したが、1846年から1848年までは大裁章に抜擢され、1846年の公務員法、一般教育審議会に設置、翌年、文部省に改祖、1847年には混合裁判所の設置、農業学校開設、 1848年には、市販学校の開設などの改革が急進展した。彼は1848年に大祭相を罷免されたが、以後、再任と罷免を繰り返しながら、敬語解雇の職につき、タンジマート改革を推し進めた。その一方で、人材登用にも、意を注ぎ、アーリッパ社、フワトパ社、ミドハトパシャらを取り立てている。改革派の力は、 まだ弱く、初期の短時マートは、このような人事移動に伴って、一進一退したものの、中央政府の影響力は、法の力によってゆっくりと地方にも浸透し、改革路線は定着していった。パリ2月革命、ベルリン3月革命など、1848年は、ヨーロッパに革命の嵐が吹き荒れ、それは、北欧、東欧も巻き込んだ。 1848年革命はしかし、間もなく、それに対する反動の嵐をも引ききこて、オーストリア帝国とロシア帝国で弾圧された大量のハンガリー人やポーランド人がオスマン領内に流れ込んだ。ロシア政府はオスマン帝国に対し亡命者たちの身柄を引き渡すよう要求したが、オスマン帝国政府はこれを拒否、ヨーロッパのリベラルな世論からは歓迎された。一方、 諸国民の春の状況は、オスマン帝国にとっても諸派の権で利、帝国領の一部、バルカン半島のブルガリアでは、1850年に大規模な農民反乱が起こっている。これは、ブルガリア農民が、ギルハネ直令の約束を信じ、ムスリムの地主層から課せられていた、強制労働などの封建的義務を拒否したことに橋を発していたが、中央政府のバルカン半島支配は、 むしろこうしたムスリムジの思想の土地所有や、封建的機そのものに依存していたために、直令に示された方針を貫徹することができなかった。ビィン・ブルガリアの農民反乱に対しても、オスマン帝国軍はこれを完全に鎮圧することができず、わずかにアイアン連合の紙幣によって抑えられたに過ぎなかった。これに対して、ロシアは、東方問題を利用して、南下政策を進めようと、 オスマン帝国内における東方正教会の信徒の保護と聖地イエルサレムにおける正教徒の権利拡張を名目に兵を進め1853年オスマン帝国との間にクリミア戦争が勃発オスマン帝国単独の戦闘では劣勢が続いたがトルコを支援するイギリス・フランスが参戦して激しい戦いとなったこの戦いでは 英仏の支援もあって、かろうじて勝利を収めることができたが、帝国にとってより重要なのは、軍備の年出に困窮して1854年に、イギリスに対して初めて借款をしたことであった。そして、イギリスなどに改革目標を示して、支持を獲得する必要に迫られたオスマン帝国は、ヒムスリムの権利を認める改革をさらに進めることを列強に対し約束した。これが、 1856年2月に発布された改革直令である。直令はクリミア戦争の終わりを告げる3月30日のパリ条約に先立ち、イスタンブルで英仏両国の総領事とオスマン政府との協議を受けて起草さた。その中心にいたのがオスマン帝国側はアーリパシャ、メフメトエミンアーリパシャ、イギリスではカニングであった。改革直令では ヒムスリム市民があらゆる公職に参加できること、心境の自由、ヒムスリム共同体代表の権利の再規定、ヒムスリムの公立学校への入学許可、各地方議会でのムスリム、ヒムスリムの代表選出方法の改善、ヒムスリム代表が最高司法審議会議に参加できるとしたこと、ヒムスリムに対して差別用語を用いることの禁止、ヒムスリムの兵営疫義務、 ヒムスリム共同体による学校設立と独自の教育課程編成の承認、混合裁判所におけるヒムスリムの承認を認めるなどの内容が明確に盛り込まれていた。この直例の文言は、さきのギルハネ直例に比べて表現があまりに直接的なものであり、その内容のほとんどがヒムスリムの権利の保障に関わるものであったことから、すでに起訴段階より、 ムスタファレ氏とパシャの批判を受け、ムスリムの一部では特権直令と呼ばれて不評であった。このような直令の内容は、一方では、西欧列強の非ムスリム権利擁護要求に応じて作られたものではあったものの、他方では、他民族を内包する帝国にあっては、非ムスリム諸民族の共同体、内部の深刻な対立も喚下できいものであり、これを調停する必要があったためでもある。 直例ではまた、外国人の不動産所有権の付与、国家予算の提示、銀行の設立、運河や道路の建設、ヨーロッパを起源とする近代教育制度や科学技術、欧州資本の導入などについても具体的に述べられている。これを受けて、1856年、イギリス資本によって、カモンド家が支配するオスマン銀行が立された。 豪華を目指す改革に必要な財政支出を、自国の経済発展からではなく、西欧諸国などからの外債導入に頼ったことは、タンジマート改革の限界を示すことではあったが、この直例の発布とパリ条約における国会高校の自由化、ロシアの独占排除を引き換えに、オスマン帝国はヨーロッパの一員として認められるようになったのである。こうして、 第二段階に入ったタンジマートは新法典、教育制度、土地法を中心に踏み込んだ改革が進められた。この時期の初改革を主導したのは、同じ1815年生まれで、共にレシとパシャの飛護を受けた、アーリパシャとフアトパシャ、メフメとフアトパシャであった。1858年制定の新刑法と1861年制定の新商法は共に、 シャリアとヨーロッパ近代法の接中を模索したものであり、一般的にイスラームの法体系においても時代の変遷によって変更の生じうる実定的要素を持つ部分は近代ヨーロッパ法の借用が多かったのに対し宗教的規範に関わる部分は伝統的な要素が色濃く残された。教育分野では1859年の文化によ成功、 1868年のが、それぞれ重要である。これらの学校では、外国語としてはフランス語、国語としてのトルコ語が重視され、入学は、民族や宗教によって差別されず、世俗的な教育が施されたことから、ヨーロッパ的教養を持ち、世界市民的な考えを持った、官僚層、指導者層がここから育っていった。1858年の土地法は、 従来の国有地原則を改め、その後の一連の改定プロセスを経て、近代的な私的土地所有権確立の第一歩になったと評価される。1869年にフアトパシャ、1871年にアーリパシャが相次いで没すると、改革の流れは再び滞こるようになった。しかし、常実のようなシャリーアとヨーロッパ近代法を、 均衡させるための務めは継続し、1868年法律案の起草を主な任務とする機関として、フランスのコンセイユデタ、コンセイユディエイタ、フランス国務員を手本にダンスペが設立された。1870年に着手され、1876年に完成した民法典は、その結実であり、近代法の一部としてのシャリーアの成文化の端緒となった。 その編さには、司法省らが携わった。しかし、相次ぐ、戦争の遂行と、上からの改革は、ヨーロッパ列強からの多額の借款を必要とし、さらに貿易拡大によって、オスマン経済そのものが、西欧諸国への原材料供給源としてのそれに、変質しため、農業のモノカルチャー化が進行して、オスマン帝国の繁殖民地化を流した。この結果、 ヨーロッパ経済の動向と農産品収穫量の影響を強く受けるようになり、1875年、西欧金融強行と農産物の不作の影響を受けたオスマン帝国は、外債の利子支払い不能を宣言して、事実上の破産をきたした。こうしてタンジマートは、財政や経済の面では、抜本的な改革を行うことができず、むしろ挫折に終わったことが露呈した。 1861年より、スルタンの位置にあったアブデュルアズイズの老人ヒト先生、大使と呼ばれる若い知識人を中心に、反先生運動が起こり、1870年頃からは、都市部では、保守的な進学生まで、アブデュルアズイズ大尉を求めるデモに参加するほどであった。アブデュルアズイズは、1876年5月30日、改革派の支持を背景にしたクーデターの結果、 建政樹立を目指すミドハとパシャラによって廃位された。代わって、おいで、解明派の村と五世が即位したが、廃位の後、遊兵され、同年9月に死去した。アブディル・アズイズは6月に自殺し、8月31日、新しいスルタンとして、アブディル・ハミト2世が即位した。アブディル・アズイズによって左遷させられていたミドハとパシャは、新オスマン人運動のリーダーとみなされ、 村とご生息位と同時に国家評議会議長に返り咲き、アブデュルハミトに生息意後は、新帝の直令に基づいて設立された政権委員会の委員長に就任した。ミドーハトパシャは、反戦性運動の指導者らと共に憲法草案の作成に取り掛かり、12月17日には大宰相に任じられた。しかし、スルタンとなったアブデュルハミト2世は、 責任内閣制など自身の提験に制限を加えるような条項については反対し、その一方でスルタンが国家の安全を脅かすと判断された人物を追放処分にする権利を持つという内容の条文を差し入れることを主張した。これについてはナムク・ケマルの反対があったにもかかわらず憲法発布を急ぐミドハト・パシャはこれに妥協。 アブデュルハミト2世の修正を組み入れて1876年12月23日、全119条からなる帝国発の憲法、オスマン帝国憲法、通称ミドハト憲法を公布した。ミドハトパシャは第一次立憲制最初の大最相となった。憲法は、オスマン帝国が西欧型の法治国家であることを宣言し、帝国議会の設置、 ムスリムとヒムスリムのオスマン神民としての完全な平等を定めた。この憲法は1875年のフランス共和国憲法、1831年のベルギー憲法に習い、さらにイギリスの憲法も参照して制定された自由主義的な立憲君主制憲法であり、他のアジア諸国に先駆けて国会解説を定めるなど画期的な内容を持つものであった。 翌1877年3月19日には議会も召集された。しかし議会が政府高官の汚職や特権的金融業者とスルタントの癒着などを急断し始めるとアブデュルハミト2世は1878年2月14日憲法を停止して議会の閉鎖を命じ、以後30年に及ぶ史上なだたる先制政治を開始した。 1877年のロト戦争の敗北によって、ギリシャ以外のバルカン半島の諸国も独立し、帝国の勢力圏はさらに狭められて、バルカンの国一部とアナトリア、アラブ地域だけとなった。また、タンジマートの諸改革は、財政的には、帝国の対外債務の累積に拍車をかける結果となった。タンジマートを指導させた頃、スルタンのアブデュルメジと一世は、 テ都トイスタンブルの郊外に150もの官営工場を作り、没落したギルドを会社経営や、共同組合として組織化するよう努力し、総応の成果を上げたものの、莫大な国庫金を投下した割には、欧米の投機家や、国内のユダヤ人、アルメニア人など随ミーの業者だけが利益を得るような、非効率性を伴い、これには、ムスリムの側からの不満も大きかった。ムスリムの反発は、 外国資本排斥運動には向かわず、多くの場合、イスラーム神秘主義教団の影響を受け、帝国内の少数民族への敵意や反発へと向かった。1854年に始まった外債依存は、まもなくいつ見る。アイドゥンカの鉄道不設権を外国人に認可する結果となり、植産工業に地道に取り組む官僚には恵まれず、また、スルタンも、 浪費癖の強いアブディルアズイズなどは改革派官僚に大使必ずしも協力的とは言えなかった。外災は利権を伴うところから、タンジマートの改革そのものが西洋諸国の野心を誘う危険もあった。クリミア戦争の戦費も外災から賄われ、相次ぐ戦争の戦費が外災への依存をさらに強め。これが1881年の オスマン債務管理局設立の原因の一つとなった。それがまた、さらなる外圧を招く結果となり、オスマン帝国はやがて、瀕死の病人、ヨーロッパの重病人とさえ来れるようになった。ミドハト憲法は、世界史的に見れば、上記のような活気性を有していたが、ロト戦争の敗北、アブデュルハミト2世による、先制復活、さらに、 当時の国情に合わない部分もあって1878年に停止をあまりなくされた。起草者、ミドハトパッシャは追放され、議会も閉鎖を余儀なくされた。それは、首都を中心とする人握りのエリートの立憲主義運動と解明派政治家であるミドハトパッシャの卓越した勢力によって過労じて実現されたものだったのである。タンジマート全体を見渡しても、 列強の外圧を契機としており、恩恵の名が示すように、上からの改革としての限界を持つものであ。立憲派の力も、例えば自由民権運動期の日本などと比べると、非常に弱いものであった。しかし、文言下の傾向が顕著な地域にあっては、帝国の再統合を推進し、帝国の本拠地であるアナトリアでは、アーヤーンの自立、分離傾向を抑えることに効果があった。また、 タンジマートの機関、羊や家柄には、必ずしもこだわらず、能力範囲の人材投用がなされ、優位な人物や、新しい知識、技術を持つ、エリート層を養成することが可能となった。さらに、短期間であれ、オスマン帝国の国政が、国民によって審議されたことの意味を大きく、ミドハと憲法もまた1908年の、青年トル個人革命の後、劇的な復活を果たしており、 その影響は長く、後世に及んだのである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。